アルメディーナは、スペインカスティーリャラマンチャ州、シウダーレアル県のムニシピオ。アルメディーナの経済活動は、基本的に農業で、オリーブ、ブドウ、穀物などの栽培、そして他には建設業、アパレル産業などがある。アルメディーナについての最も古い記録は、ローマ教皇フレゴリウス8世の教書で、1187年のことである。かつてこの地は、 様々な文明が通り過ぎ、西元王国時代には徐々に人口が減少していった。イスラム教都市配下では、マルカメディアの防衛のために、多くのベルベル人が定住した。1212 12年のナバスデトロサの戦いの後には、キリスト教徒によるレコンキスタ機関を通じて、カラトラーバ騎士団の一角を占めた。このことは、同騎団と同地を領有するトレド大使教徒の、 間の紛争の要因となった。自治体市長は、カスティギャラマンチャ社会党の、ホセアントニオタラベーラサンチェスで、自治体表議員は、カスティギャラマンチャ社会党、4、カスティギャラマンチャ国民党、3となっているアルメディーナは、ビジャヌエバデロス・インファンテス司法官かつくに属す。ありがとうございます。